見つけたぞ。さあ、今度は逃がさねえぞ。選ばないでください。
わよ。はい、リーダー。だるそこ、我が魔界よ。すぐ。ちょっと待ってくださいね。恥ずかしいですけど、頑張ります。恥ずかしかって頑張るほどのことか。当たり前です。男の人の目の前で卵を産むなんて初めてなもので。は？卵？鍵を出せって言ってるんだ。お前が持っていった書庫の鍵。そういうことですか。それなら飲み込んじゃいましたけど。砂肝の中か。どうしたものか。焼き鳥にしても美味しくないですよ。ほら、私を封印したらきっと出てきますよ。どういう原理で？ほら、あの鍵、特別なんですよ。だから不思議原理で。荒ぶる者よ、我が所に帰れ。本当に出てきた。これが書庫の鍵だな。急ぐぞ。こちら、毎度あり、毎度あり、こちら、毎度あり。
また寄ってくだせえや。ないものですかい？こちらで毎点毎度あり。こちら毎度あり。また寄ってくだせや。ここは一に行ってこのままの。よし、始めよう。今後は我の力となれ。他へ行くか。館長室にこれを届けてくる。解析には時間がかかると思うから、お前らは先に帰って休んだな。私にも手伝えることあれば。サンキュー。だけど大丈夫だ、こっちでなんとかする。それよりずっと休みなしなんだ。ここら辺でゆっくり体を休めといてくれ。多分本番はこっからだからな。いや、なんでもない。さあ、散った散った。はーい、じゃあまた明日ね。それじゃあ、おやつ食べて寝るか。そうだ、騎士団長に報告書を書かないと。館長、また留守か。入りますよ。そりゃそうか、このところ
忙しかったみたいだし。先に読んでおくか。図書館と魔法の本、これ起こしちゃったか。寝てましたよ、ぐっすりと。この私が勤務中に居眠り、そんなバカなこと。よっぽど疲れてたんでしょ、仕方ない。それよりこれ、ご要望の古文書持ってきましたよ。任務ご苦労様、早速解析を始めるわ。それから今回の任務の最中、グリシナという冒険者に会いました。班長のことを知ってるって話だったけど。グリシナ、グリシリーナ・エフレノ、あの無双の女騎士のこと。やっぱり知り合いだったか。士官学校時代の同期生よ。彼女は騎士家、私は魔法家で、家は違ったけど、いいライバルだったわ。騎士団を辞めたと聞いていたけど。そう、冒険者になっていたのね。懐かしいわ。もう何年会ってないかしら。今度会ったら伝えておきますよ、班長が会いたがってたって。そうね、アクティムに帰ってきた時は訪ねてきてって言っておいて。それからもう一つ、その本、どうしたんですか？その本って…これは…その…ね…私の…愛読書…愛読書って…この本が…館長の…何か問題ある？確かに子供向けだけど、内容だっていいし。それは知ってる。俺も小さい頃にこの本読んで、ライブラ目指すようになったから。そうだったの。なら、私と同じね。私も5歳の時、この本を初めて読んで、魔物たちを次々に本の中に封印する。ライブラに憧れた。ほら、この本の中ではライブラが魔法の本を使って人と魔物の仲介役を買って出るでしょ。私、あの場面が大好きだった。ああ、わかる。他の絵本みたいに魔物がただの悪者じゃなくて、ちゃんと個性があって面白くて。ライブラでもないのに王立図書館の館長に収まったってわけ。変な話をしちゃったわね。さあ、思い出話をしてる間はないわよ。早く古文書を片付けないとね。フリード、あなたも手伝ってくれるわね。研究所の化石たちよりは戦力になりそうだわ。当然です。さあ、かかりますか。
皆さん、おはようございます。おはよう。あ、ございます。あー、眠いよ。はい、そこ、朝日はもう昇ってるのよ。いい加減夢から覚めなさい。さて、今回の任務だけど、今までの任務とは少し違います。魔人の魂を封じた9つの祠、そのうち8つは封印を破られ、残る祠はたった1つだけ。ここだけは全力で死守するわ。魔人の魂が解き放たれる前に祠の周囲に結界を張り閉じ込める。だけど魔人の力に対抗するような強力な結界、どうやって？王家に伝わる聖城ケリュケイオンを借り受けてきたわ。これを媒介に結界を張れば、ちょっとのことでは破られないはずよ。結界術は私が使える。ただし、雑魚と戦って消耗することはできない。つまり、祠まで俺たちが艦長を護衛すればいいわけか。そういうこと。それで、その運命の場所はどこなの？ピエルタンの孤島の頂上よ。一階中央付近にある封印されている扉の奥から登れるはずよ。まずはその扉を探しなさい。これが封印されし扉よ。今からこの扉にかかっている魔法を解除するわ。あなたたちは下がってなさい。はっ！これで大丈夫。先を急ぐわよ。そこ！
問題ない。さあ行こう。そうだね。毎度大きに。昨日までは何もなかったのに、ここでも地鳴りが。どうやら時間はあまりないようね。急ぎましょう。ねえ、見いいのあるよ。これかい。これありがとう。仕入れとくね。What?